なんかね、装備を変更するためにキャラクターを変えてちょこちょこしてたらイベントが発生した。もしかしたらキーとなるキャラクターをパーティーに入れることでイベントが発生するのかもしれない。ちょっと行ってみるか。アスナ、私ね、アスナにプレゼントを作ったの。プレゼントを作ったらしいぞ。したかんだ。プレゼントを作ったらしいぞ。なんだ？え？私に？いつもお世話になってるからね。そんなことないよ。お世話になってるんじゃなくて、勝手にキルト君を言わんとこ。でも私のために作ってくれるなんてすごく嬉しいな。ありがとう。勝手にキルト君を抱きつく、あれ言葉が出てこない。どういたしまして。勝手にキルト君を使わせてもらってるから、そのお礼だな。はい、これプレゼント。わあ、なんだ、お花かな。あれ、はーはーって下がったぞ。これって。これって何？下着だよ。下着かよ、そんなん渡すない。またこれはすごいな。すごいのか？どう？可愛いでしょう。アスナに似合いそうなのを一生懸命考えたんだ。画像で見せて。刺繍にもこだわっててね。結構苦労したんだ。ちょっとキリト君、そんなにまじまじと見ないで。まじまじと見て、別にいいじゃないか。ごめん、見事な刺繍だなって感心してたんだよ。どんなイベントだよこれ。アスナ、気に入らないかな。うん、すっごく可愛いと思うよ。まさか下着を作ってくれるなんて思わなかったから。そりゃびっくりだよ。びっくりするわ。今つけるのかよ。え、今これつけるときってどうするんだろうな。履くのか、それともボタン一つでパッとつくのか、どっちなんだろう。うん、せっかくだからアスナがその下着をつけてるところを見たいな。でもキリト君いるし。どんなのだよ。俺外に出てようか。出ていればいいじゃないか。ほら、キリトもこう言ってることだし。そうしよう。外に追い出すなんて悪いよ。いいから出て行けよ。じゃあ目の前で着替えようか。え？それはダメ。わかったわ。ちょっとそこの陰で着替えるから。キリト君早く出たらいいじゃないか。キリト君、絶対覗いちゃダメだよ。いや、自主的に出ようぜキリト君。ああ、もちろん。それじゃあ決まりね。さあさあレッツゴー。あ、結局出ないのね。うまくストリアに乗せられたな。早く出ていけばいいじゃないか。キリト君、どうして出ないんだ。見たいんだろ。そうなんだろ。全解除された。なんで女同士だとハラスメントアラート出ないんだよな。いや、そりゃそうだな。早くキリト君出ていけよ。なんでじーっと見てるんだその顔で。こっちまで丸聞こえなんだけど。キリト、お待たせ。戻ってきた。ああ、やっとは。やっとはなんだ。て画像が。どう？似合う？なんで下着のまま。別に水着と変わらないんじゃないか、これだろう。キリトだけ見せてあげないのはかわいそうだなって思って、そのまま出てきちゃった。うん、別に水着と一緒じゃないか。どこがどう変わるんだ？いや、おかしいだろ。それに、なんでストレアまで。アスナ見てたら、私も着たくなっちゃったの。自分用も作ったんだよ。一瞬で？じゃないか、自分用作っておいて一緒に着たくなっただけか。
水着とどう違うんだろう。俺にはわからないぞ。目で隠したらもったいないよ。もっと堂々としてなきゃ。ねえキリト、アスナの下着どう思う？とても可愛いんじゃないかな。やっぱり装備すると細かい装飾までよく分かっていいな。このレースの継承なんて分析しだした。キリト君が丁寧に分析しだした。ちょっとキリト君、何真面目に語り出してるのよ。本当だよ、可愛いって言っとけばいいんだよ。それだけで喜ぶから。ごめんつい。やっぱりキリトも下着に興味あるんだね。さあキリト君の分も作ってあげればいいんじゃないか。え、そしたら今度はどういうのを作ろうかな。可愛い系といったらフリルとレース、あとリボンもいいよね。清楚感を残したいから色はパステルカラーかな。パステルカラーって何色だろう。パステル、例えば薄い水色の上下で縁には白いレース。ほうほうほう。パンツの両サイドにはリボンがあって、ううん、この際紐にしちゃおうかな。紐って、そうそう、女はパンティーじゃなくてパンツって言うんだ。俺もパンツだけど、でもネカマはパンティーって言うらしいよ。どう、あと何かリクエストある？パンティーとか言ってる女キャラクターはネカマの可能性が 90% くらい。リクエスト？うん、もっと透け感を出した方がいいとか、布の面積を少なくした方がいいとか。ただの変態じゃないか。ゲート君、想像しないでよ。え、してないぞ。どんなんがいいかなって思っただけだよ。嘘、キリト君の考えてることはお見通しなんだからね。押し付けじゃないか。アスナ、近い。自分が下着だってこと忘れてないか。別にいいじゃないか、全部見てるんだし。キリト君のバカ、着替えてくる。いや、ここで装備画面を開いて上に着るだけでいいじゃないか。ピコンピコンピコンって。次回作も期待しといてね。まだあるのかこのイベント、まだ続くのか。終わった。まさかこんなイベントがあるなんて思っても見なかった。あれでもパーティー、俺どういうパーティーにした？全然関係ないパーティーだぞ。キリトとリーファとユウキになってるのに、なぜストレアとアスナが出てきたんだ。俺には分からない。とりあえずセーブしとこう。セーブしないとな、エラーがいっぱいあるんだよな。なんだよってぐらいエラーになるらしい。まだなったことないけど。こっちにも奥に3つのイベントが残っている。3つのイベントが残ってるけど4つあった。4つもある。なんだこれ、びっくりだ。どう、欲しいものはありそう？アイテムの補充だけしてするまでもないか。威力の知恵は MP 回復か。この辺使用者の MP だけか。パーティーの麻痺、転移結晶、男女の入り口。やって一本一本が30円なんかな。これはきついぞ。30円とかだときついぞ。またいつでもおいでよ。すごい、なんと、もう、まあ、でもこれがソードアートオンラインのゲームだ。こういう、いい仕事がいっぱいですよ。こういうクエストがまだまだあるんだろうな、きっと。またいつでも来てくださいね。フォローフラグメントの時もやばいイベントがいっぱいあったからな。こんな感じでセクシーなお色気イベントが
といっぱいあるよ。